何をしてんの。ちゃんと映してる。映してるよ、ちゃんと。ちゃんと映してる。映してるよ。こんばんは、ブエタラです。あ、かわいい。かわいい。かわいい。今日はなんと、もうすぐバレンタインデーにちなんでブエタラのシュークリームを作りたいと思います。そうなん。まあ、そうやねんけど、あのバレンタインってことにしといたら閲覧上がるかなと思って最低。ただ単にシュークリームを食べたくて、あの今から作りたいと思います。そしてこれ今回くるみんに、あの秘伝のねシュークリームレシピを教わっていますので、くるみん法で今から作っていきたいと思います。早速、まあ、材料はあの横にね、どっちかな、こっちかな、にあのくるみんの作ってくれたレシピ載せてます。まあ、まず事前に振るっておいた、先ほど最初のねブームで流れたあのブルドラが振るってたこちら薄力粉 70g かな。強力粉やろ。強力粉じゃない、薄力粉。薄力粉も使うの。薄力粉しか使わんみたい。強力粉かかった意味で、では上にどけときます。あ、でこれね、事前にこうクッキングシートを敷いております。濡れてるぜ。あ、まあ、大丈夫、霧吹き代わりって感じで。最低で、あのオーブンも200度で今温めております。で、あの卵ね、これ3つ割りました。見えてる、ちゃんと映ってる。映ってるね。で、これバターは 60g あ、紙ついてるわ。汚い、ちょっとちゃんとして。ごめんごめん、金紙がこれ 60g じゃないそんなんで3等分してんの綺麗に取れへんかったね、 60g が。で、これ水100g ね。で、あと砂糖と塩をあの1つまみ分用意しております。ということで早速、じゃあレッツクッキングブータロー。まあ、まずはじめにですね、こちら水を 100ml の 100cc の水を入れます。で、バター 60g を強火で。水入れたらそこ入れるの。そう、温めます。で、これを、はい、これ移してください、鍋。こう強火でね、もう一気に温めます。で、これが煮込んできたら、ちょっと火から下ろします。はい、見える。見える。じゃあ、今から沸騰させるだろう。ということで、見てください、今、沸騰しました。これ沸騰したあれに、これ砂糖、砂糖をひとつまみ、ね、あと塩、塩もひとつまみなんで、もうこれはちょっと適当にこれぐらい入れといて。で、さっきふるっておいたこの小麦粉、薄力粉ね、あ、これをもうさっと入れます。あー、怖いな、どうたらそうでしょ、不安定、怖いわ怖いわ、それちょっと待って、ほんま怖いわ。ということでね、はい、これ今入ったんで、これであの固まるまで混ぜていきます。少々お待ちくださいね。いや、美味しそうなクリームができてきましたよ、ゆうちゃおさん、どうですか。怖い。これって一体何、カスタード。あ、これは今生地作りをしたというのをまずはあの生地作りから行っておりますので、大丈夫、ここでブータロの可愛いショット入れとかんで大丈夫だとか。ねえ、混ぜながらもう一度弱火にかけるみたいですね、この感じで。なんでちょっと弱火にかけていきたいと思います。弱火20秒数えてください。はい、みんなで、はい、1、2、3、4、5、6、7、これで OK みたいですね。で、これあまり火をかけすぎると後からあの卵を入れた時にあの卵焼きみたいになっちゃうみたいなんで、気をつけるようにということです。で、溶いた卵をあの4分割ぐらいで、このね、3個入れた卵をこれ、こっちとしてください。これ、4等分ぐらいで混ぜながらこう、練り合わせていきます。はい、なんか、すごい卵入れてから、この生地が固まらないちょっと
まあまあこんなもんなんでしょう多分ね。こんなもんよ多分。これカスタードじゃない？違うよ、これ生地作りですよ。今こっち映してる混ぜてる。ブー太郎なんかどうでもいいやろ。こっち違う。早くもそうやって下から鼻くそとか映そうとしてんやろ。もう早く早く早く、こっち映してって。ちょっともう何の参考にもならへんやろこれ。絶対これ誰も参考にしてくれない。参考にするよ。男でもシュークリームを作れるっていう勇気を与えとんねん、こっちは。何の意味もないやんか。なあみんな、一番ブータルが綺麗に映る角度やったな。あ、そう。うん。ただですね、これちょっと失敗したかもしれないです。あのこの混ぜた状態でこう伸ばした時にもっとゆっくり逆三角形にタボッと落ちないといけないんですけど、あのシュークリームでよくあるこのちょっとクリーム、生地のクリームが緩くなるっていうのは失敗の原因らしく、ちょっとブータル今失敗の道へ進んでる感じなんですけど、まあもうちょっとここまでやったんで、どんな感じに焼き上がるかもこの状態でちょっと生地の方を作っていきたいと思います。多分ね、卵を入れすぎたのかもしれない、一気に。やっぱやばすぎるんやつこれ。お好み焼き作ってんの？もう嫌や。シュークリーム。あ、そう。もう嫌。ちょっと。もうやめる。え、もうやめるの。ちなみにこれが完成のシュークリームです。最新のシュークリームかな。生地とカスタードが一緒になった。まあちょっとテイスティングとかは大丈夫っていうからね。これも焼き上がらへんって。クッキーかな。一回これがどんな感じになるか試した間にもう一回作ります。ということでですね、やっとじゃーん、見えるかな。こんな感じで逆三角形にゆっくり落ちる感じになってくれましたので、ここから型を作って焼いていきたいと思います。じゃーん。ちょっとくっついちゃってるっていうね。これまた失敗の恐れあるかな。これで膨れ上がるかどうかっていうところなんですけど、まあ、ここから15分、200度かな、200度で15分焼いていきます。じゃーん、生地が焼き上がりました。200度で15分、その後蓋を開けずに170度まで下げて5分焼き上げた結果、なんかおかしくね。なんかめっちゃ焦げてえねんけど。ちょっと、過ぎた。あれかな、なんか焼くあれかな、場所が悪すぎたんでしょうか。でもまあこう見て表にしたらシュークリームじゃないね。まあ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 、思ったよりは膨らんだかなっていう。はい、こんな感じです。見てください。ちょっとクリームが柔くなって
しまったのか。もうちょっとあれですね、クリームなんかもっと固まってるイメージなんですけど、すんごい汁気のあるクリームになって、もうすんごい見た目になっちゃいました。まあでも完成しました。イエーイ。ということでですね、まあ、こちらのシュークリームとともにゆうちゃろに食べてもらいたいと思います。さあどうですか、ゆうちゃろさん。ちょっと待ってな。いやこれ多分やばいと思う。あ、どうですか。あ、でもあれよ。何作った。いい人を美味しそうしてる。やっぱ焦げりゃやっぱあれやな。クリームは生クリーム入ってる。え、入ってんの。うん、うん、美味しい。カスタードは甘い。なんかあの絶妙な感じ、大人な味。あの焦げとカスタードがあの何あのまあね、なんていう、甘すぎない感じ。このなんていうんだろうね、甘さとこの苦さがちょうどいい感じの大人な味になって。ナイスフォローありがとうございます。ありがとう、くるみありがとう、いろいろ教えてくれて。ちょっとまた修行する。うん、次壊せなかったら完璧じゃんって。そう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 、おいしいおいしい。ほらこっから見たらすごい、なんかすごいおいしそうなシュークリームに見えへん。みんな錯覚かな。いやということでですね、あの今回こちらのシュークリームをブー太郎が頑張って作りましたが、まあこんな感じでね。裏は焦げて、クリームはちょっと微妙な感じになりましたがね。まあ第1弾ブー太郎のクッキングコーナー以上となります。まあまた好評やったら次回もやろうかなと思います。でまあ今回いろいろ教えてくれたくるみんありがとうございました。もう楽しかったですね。1回目ミスって、まあ、2回目もちょっと完璧じゃなかったですけど、まあ、いい思い出になりました。イエーイ。またねー。チャンネル登録もよろしくお願いします。それにしても本当難しかったです。くるみ本当ありがとう。あとみんな忘れてると思うけど、最初に見せた後のあの焼き上がったシュークリームを最後見届けてください。どうぞ。出来上がりました。すごい。なんすごいでしょ、うん、これ何作った。なんなん。